にちは、第14回、ハヤクランタン今日、2022年の今1月、20日です、時間が、5時27分ということで今日はちょっとスタートが遅れちゃいました。4日間夜勤して、で昨日と今日休みなんですけど、夜勤の後の連休で明日日勤なんで、実質2日休みではなってますけど、1日半ぐらいしか休めないんですよね。それでいろいろ溜まってたあのこととかやってると時間がなくなってですねいつも夕方2時か3時ぐらいには来てここで喋ってるんですけど、今日はちょっと遅くなってしまって、まさにもうランタンを今3つつけてます。で暗いです。で、このカンニングペーパーも作るの遅れちゃったんで、まああんまりうまく喋れないとは思うんですけども、とりあえずですね、今日も30分が2本ぐらいは出そうかなと思いまして、無理してやってます。いやー寒いです。今日1月20日どうも大寒みたいなんですけど、一番寒い日、暦の上では実際寒いっすね。さあ今ストーブ3つ、ランタン3つです。廃屋で何やってんでしょうと。でこんな暗いところでサングラスなんかつけちゃって読めないっていうね、こうカンニングペーパーで。で結構ね、この動画上げるのも本当は準備とかしてネタとか喋ることとかちょっと考えてからやるんですけど、今日はちょっと考えてなかったです。でいつもね、もうやることがね、4勤4日働いて2日休み、4日働いて2日休みっていうパターンなんですけど、その4日間はもう本当に仕事して食べて寝て、仕事して食べて寝て、仕事して食べて寝ての繰り返しで、もう何にもできないんですよね。買い物も何もできないし、例えばガソリン入れたり灯油入れたりっていうのもできないし、だから休みの日の2日休みの日の1日目はね、まあ昨日だったんですけど、ガソリン入れたり灯油入れたり、あと今母親老人ホーム行ってるんですけど、老人ホームちょっと用事あって顔出して、あとはまあ私その休みの間に豚汁とかカレーとかを大量に作っておくんですけど、それの買い出しとか、あと4日間はカップラーメン現場で食べるんですけど、カップラーメン買い出してみたりっていうことで、まあそんな感じなんですよね。で時間がなくなっちゃうと、で今言った内容今からやるんですよね。ガソリン入れたり灯油入れたりカップラーメン買い出したり豚汁入れたりで、もう12時間後ぐらいには起きちゃって、明日に日勤で、仕事自体7時からなんですけど、もう起きるのはもう、まあ、距離もあるっていうのと、あと、行って着替えたり、あとなんかもう時間前になんかやることあるんですよね、めんどくさいこと。それやるのでもう4時ぐらいに起きて5時ぐらいに出ないといけないんで、本当に嫌になっちゃいますよ。まあ仕方、皆さんそうだと思うんですけども。はい。で、今、1月20日、まあ早いのか遅いのか、2022年始まっても20日になります。で、まあ為替と株、ちょっと私興味あるんでね、いつも毎回お話ししてるんですけども、まあ為替は割と安定してますね、今。ドル円が114円31銭つけてますね。で私やってる今トルコリラ、これもね落ち着いてきました。一時期乱高下してたんですけども、今1トルコリラ8円45銭前後、まあ、8.5 円ぐらいで、まあ動かなくなりましたね。こっから9円の方行くのか8円の方行くのか、上がるのか下がるのか、私今ね売ってます、トルコリラ。まあ少しですけど、あと私やってるのは南アフリカのランド、これ今 7.5 円ぐらい、これも売ってます。これちょっと今損してますね。 7.26 ぐらいで売ってるんで、ずっと売り玉持ってますということですね。あとも為替は割と小動きですね、今年に入って。
ただ、原油がやっぱり私年初に言ってた通りぐんぐん上がってきてますね。もう安定的に堅実固くというか、今原油 WTI、1バレル85ドル25セントという形でもう85ドルまで行きましたから、おそらくこれから、2月3月に100ドルはつけるんじゃないかと。これ本当はね少しでも買っておきたいんですけども、まあまあ値動きが激しいですし、まあ上がるとは思うんですけどもね、まあ私の読み通りに行くと限らないんで、ということですね。あとまあ何度も言ってますけど、北京オリンピック冬季の2月4日かな確か始まるんですけども、その前後におそらくロシアがウクライナにまあちょっかい出すというか、ちょっかい出させるというか、計画的に進行するんじゃないかなと。それに乗っかる形で冬季オリンピックの後かパラリンピックの後か分かんないですけども、中国も一緒に連動してもしかしたら台湾有事ってことあるかも分かんないで、そんなことになったらもう原油1バレル100ドルどころじゃないですよね。はい。で日本の今ガソリン価格160円前後だと思うんですけども、まあ今日今から入れていくんですけど、これもうねそうなれば今為替も円安進んでますんで、まあ1リットルあたりガソリン200円とか突破してもおかしくないかなということですね。はい。でまあ原油が上がってると、あと株価も堅調ですね。まあナスダックはちょっと大きく下げてますけども年初から、ニューヨークダウは3万5000、それでも3万5000ドルキープしてます。日本の日経平均も、まあ、今日の終わりで、ね、27,772円という形で2万8000円割れてはしまいましたけども、堅調といえば堅調、こんな暴落っていうことは起きてないですね。はい。でまあ、長期金利アメリカの10年もの国債これ今 1.845 ですか、これがやっぱり徐々にじりじり上がってきてるんで、来週 FOMC あるんで、それ次第ですね。それ次第というか、まあ、もっとおそらく長期金利上がってきて原油も上がってきて、まあ、ドル高円安、結構強まるんじゃないかなっていう読みです。はい。そんなとこかな為替株、ですね。で、はい、私そうですね、今1月に入って1月20日ですけど、まあ1月から1、2、3月のワンクールドラマが新しいのどんどん始まってまして、いや昨日はねもう1日中夜勤明けでちょっと寝て、で夕方ぐらいからずっとテレビビデオに撮ってたドラマを見てました。でそのドラマとか他のものアニメとかも鬼滅とか見たんですけど、まあ、その感想を今言って、まあ、この第14回話していきたいなと思ってますけども、いやいやもうドラマもね1本2本1時間もの見るのも結構疲れますけど、昨日は随分見ましたね。8本9本ぐらい見たんじゃないですか。するともう疲れちゃってこたつで寝てまた起きてみて、こたつで寝てまた起きておしっこしてご飯食べて風呂入ってまたドラマ見てみたいな感じで、もういや昨日はもうそれだけで疲れちゃいましたね。ドラマ見るのもやっぱり削っていかないと。はい。最初第1話はやっぱり全部なるべく全部チェックして思ってるんで見るんですけど、やっぱりね切っていかないと、ワンシーズンにまあ3本から5本ぐらいじゃないに絞んないと見えないですね。疲れちゃって、あとつまんないのもやっぱりありますんで、はい。でも今年の運この1月期は私的にはね面白いの多いかなっていう気はしてます。はい。で昨日見たものまず鬼滅の刃、これアニメですね。まあ大人気、うちの小学6年生の娘が、まあ、学校で流行ってるからっていうのから始まって、煉獄さんが死んだ何でしたっけ
なんとか無限列車編か、あれ映画で見て、そっからですね、私も。で、鬼滅の今、遊郭編か、テレビでやってるのが。それの昨日が第7話のやつを、まあ、録画してたやつ見たんですけど、うん、第7話、なんだ、女の鬼、ザキ、ガキっていうんですか、わかんないですけど、あの人が強いなと思ったら、禰豆子が出てきて、禰豆子がなんか、覚醒したんだな、なんか、大人になっちゃって、胸とか大きくなって、おいおいおいって、やたら強いんですよね。で、そしてその、うん、女の鬼をやっつけたと思ったら、今度お兄さんが出てきて、その鬼の、うん、それがやたら強いと。そしたら、ね、なんだ、柱の、うん、あの人、何でしたっけ、名前が出てこない、派手に行くぜっていう人、あの人が出てきて、まあ来週、第8話で、その柱の、うん、人と、そのお兄さん、鬼のお兄さん、まあ知らない人は全然何言ってるか分かんないと思うんですけど、戦うんじゃないかなっていう形で、まあとにかく禰豆子もちょっと強すぎて、びっくりですね、そんなに強くていいのっていう。はい、ですね。あとは昨日見たのが、あれですね、ミステルという流れ、菅田将暉さんの第2話、これはね、第1話で私絶賛というかかなり面白く見たんですけども、第2話もまあ良かったです。非常にいいこと言ってましたね、今回も。うん、勉強になるというか、まあ私と考えがかなり近いというかね。うん、でもう一本見たのが、三つ目見たのが、真犯人フラグってやつ。これはね、もうずっと見てるんですけど、最後の10分が毎回入ってないんで、一番重要なところ、次週に続く。見てないんで、しかもこれもう、なんだ、10月から、去年の10月から多分やってると思うんですけど、毎回見てるんですけど、もう、まあもう誰が犯人でもいいやっていう感じですよね。もう全員怪しくやってるんで、もう真犯人が誰だろうと構わないと、うん、もうそんな感じで、もうこれ見なくてもいいですね、これは。あとは4つ目のドラマ、これ新ドラマですね、1月からの DCU っていう阿部寛さん主演のやつで、なんか、うん、海上保安庁海猿の潜水部門みたいなのの話で、阿部寛さんがその隊長だかリーダーだかでやるんですけど、まあ第1話見た感じ、これもね、まあ面白くなくはないんですけど、なんか男臭いのと、うん、なんか女の人があまり出てこないのとで、あんまり見る気はしませんね。しっかり作られたドラマではあるんですけど、おそらくこれ見なくなると思います、 DCU。 はい、あと5つ目見たのがドクターホワイト。あ、これは浜辺美波さんの、これ第1話ですね、第1話チェックしたんですけど、浜辺美波さんが白衣着てお医者さんだと思ってたんで、どうなんだろうと、あんまりにお医者さんは似合わないんじゃないかと思ったら、これなんか漫画家なんかが原作なのかな、なんか、うん、原作が面白そうですね。なんか記憶喪失の、まあ、浜辺美波にする、そのおそらく医者だっただろうみたいな人が記憶喪失で見つかったってとこから始まって、だから医者なんだろうけども、その謎、正体が謎というか、それが徐々に分かってくる、これからっていう話で、やっぱりね、透明感がすごい人なんで、白衣とかは、まあ、似合うって言えば 似合いますね、はい、で違和感はあんまりなく、これはもう何回か見てみようかなと。まあまあ今をときめく浜辺さんですから、まあ美人というかね、ですよ。はい、あと6番目見たのがこれ、テレメンタリーっていうドキュメントですね。まあ、これ特にね、言うことないんですけど、地味な話で、まあがん のお医者さん、がん専門、最近、うん、がん患者を見てるようなお医者さんが、自分ががんにかかりましたっていうドキュメンタリー、30分ものだったんですけど、まあ見ては、うん、まあね、お医者さんも人間ですから、がんにかかったり糖尿病になったり普通に病気すると思うんですけど、まあ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 、普
普通の話で特に言うことはないんですけど、まあ私思ってみたのが、その先生は非常に穏やかでいい先生だなと思って、ふと思って、私がよく行くお医者さん、まあ、風邪ひいたり熱出たり、あとまあ持病、ちょっと恥ずかしい、ここで言えないような若干恥ずかしい病気で通ってるんですけど、うん、時々ね、そのお医者さんいるんですが、私のかかりつけ医っていうんですか、いわゆるこの人が結構高飛車っていうかね、堅物っていうか、もう本当にもう嫌だなっていうね、まあ、田舎の町医者です。はい、黙っててもずんざんばんざんがどんどん押しかけてくるっていうな。で、ものの3分、5分、まあ、3分も話さないですよ。もう薬出してもらうだけなんですけど、それで2000円とか取って、まあ、向こうの診療で言ったらね、お医者さん、もう3分話して、おそらく5000円、6000円は入ってきてると思うんでね、私3割負担なんで。で、さらに薬の処方をしてまたいくらもらえるって形。もう本当にね、お医者さんはいいですよね、ちょっと。いつもので出しておきますっていうだけでもう5000円一瞬でもらえるっていうね。それが腹立つね。腹立つっていうか、ちょっと時給1000円の私からしたらやっぱりね、うん。で、お医者さんなんてあの程度だったらね、誰でもできますよ。はい。それで何か質問したらね、もう前にも言ったでしょみたいな、すごい高飛車なことで、言ってないですっていうね。前にも言ったと思うけどとか、なんとかそんなこと言って、しかめっ面で。本当にもう、まあおそらく2世3世だと思うんですけどね、開業医。殿様商売ですね。で、やっぱり例に漏れず BM とか乗ってるんですよね。本当ね、田舎はね、大体外車も乗ってる人は、刀剣屋の社長、そのドラ息子か、町医者、開業医かってとこですよね。あとちょっと無理した、普通の会社の部長クラス。が無理して、ベンツだの、BM だの、アウディだの乗っちゃうという。まあ、その、なんだ、テレメンタリーの感じの、がんにかかった先生の話見て、その人はね、すごいいい先生でしたね。穏やかで。謙虚な方で。でも実際はね、っていうのを思いました、見てて。はい。あと、7つ目みたいな、ファイトソング。これ、第2回目。清原かなさん。これもね、なんか、うん。清原かなさんが、なんか、間宮なんとか君と付き合い出すっていうね、話で。まあ、これもね、私、清原かなさんっていうのを初めて見たんで、しかも結構演技がうまいし、まあ、美人って言えば美人だし、スタイルもいいし、見ようと思ったけど、どうでしょう。2回目にして、うん、あんまり見る気がなくなってきたんで、来週から見るかわかんないです。で、8番目、無茶ぶり。これですね、高畑充希さん。これも、なんか、うん。私が社長になるなんてなんて、副題ついていますけど、これも、ないな、2回目、3回目は。はい。おそらく。まあ、前回も言いましたけど、歌がね、なんで彼らなんだっていうのがありますんで。で、9番目、逃亡EF っていうのを第1回目見ました。これはね、私は面白そう。もう、逃亡ものっていうか、この、ミステリーものっていうかね、多分この、うん、話はお医者さん役の成田凌さんっていうんですか、主役のこの人が、まあ付き合ってた彼女が自殺したんだけど、それを殺したんじゃないかっていうことで追われてると。で、何か大きな力が加わってるんで、捕まっても犯人にされるだけだから、逃げてるっていうね、それにまつわる、まあいろいろな話っていうことで、まあ逃げる話ね、まあまあまあ、話がこういうの好きなんで、私は割とミステリー系というか、これは見ると思いますね。で、1回目としては良かったんだけど、これ成田凌じゃなくて綾野剛だったら良かったなっていう個人的には思いました。でも、うん、これは見続けますね。はい。で、あともう一つ見たのがね、これも第1回目ですね、1月シーズンの愛しい嘘っていうんですかね、愛しい嘘、女優の春さんっていう方ですか、地味でおとなしい美人系の和風な感じの人が出てるやつで、これもね、ミステリー調で、うん、1回目としては非常に面白そうな雰囲気だったんで、これも 2回目3回目見て、多分こういう話は私一番好きなんでね、最後まで見るんじゃないかなって形ですね。
で、大体ね、ほぼ出揃ったんじゃないかな、私見て、1月期。で、今、私がこれから見ていくだろう、続けて、ものは、この愛しい嘘っていうのが1つ。で、2つ目、逃亡医 F ですね。で、もしかしたらファイトソング見るかもしれないですけど、あとは、見るとしたら、ドクター・ホワイト見るかな、もしかしたら。はい、あと、ミステリーという勿れ。これはずっと見ると思います。面白いんで。あと、まあ、ドラマじゃないですけど、鬼滅はずっと子供も見てるんで見ますんで、これでもう5本ですもんね。これで多分私、4金2級の私にとってはいっぱいいっぱいですね。はい。ということです。なかなか、このドラマ見るのも本当に、もう見なきゃいい、いや、それまでなんですけど、まあ動画関係なくずっと今まで見てたんですけどね、やっぱりね、自分の母国語、まあ、日本語ですっと見れるドラマがこれだけあるっていうのは、しかも民放ただですから、 NHK とかと違って、 BS なんかと違って、これだけ見れると、まあ貧乏人でも暇つぶしにはなりますと。で、これだけのクオリティあるんで、まあ暇つぶしにはもってこいですね、ドラマは。ということです。はい。じゃあ、第14回ですか、はこれで終わりにして、続いて第15回も始めたいと思います。ありがとうございます。またお願いします。